雇用というものが日本経済、特に今のデフレを脱却する上では極めて大きなキーになると。今まさに大詰め段階の今年度の補正予算審議、ここから来年度の予算編成まで菅総理が政策課題の筆頭に掲げているのが経済成長のための雇用対策です。その思い入れの原点は現場で掴んだ実感でした。まあ、一つはやはり派遣村、その2年前は日比谷公園でした。そこに集まって来られてる人がですね、本当に何も展望がないっていうことを言われてですね、まあ、その話をいろいろ聞きながら、本当にこう人間のこのつながりが非常にこの薄くなってんだなということを改めて感じて、まあ、何とかそういうことがフォローできる社会にしなきゃいけないと思ったのが一つです。こうして生まれたのがこのスローガン、1に雇用、2に雇用、3に雇用と。私が雇用というとですね、こう失業対策の公共事業みたいなのをやってですね、そういうのにお金がどんどんかかるんじゃないかと、まあ、そういうイメージで受け止めた人もいるんですが、私のイメージは全く違うんですね。公共事業などでお金をばらまいて雇用を作るというイメージはもう古い。もう日本はインフラが基本的に整った段階でも、例えば業者に流れること自体を目的にしてその公共事業にお金をたくさん使ったと。確かにそれを短期的にお金が流れてる間は雇用にもつながり収入にもなったんですが、終わってしまうとできた道路は、まあ、熊とイノシシが歩いてないなんていうことになったわけですね。それを私はまあ第一の道と言って、熊やイノシシが歩く第一の道では、第二の道を歩んだのは小泉さん、竹中さんの頃にやったのは、経済をその強くするんだと、合理化するんだと。でやったことは何かというと、まあ、簡単に言えばリストラだったわけですね。そうすると失業率は高まるし、格差は広がるし、そうすると収入の少ない人は結婚もできないし、商品もあまりしないと。つまりは一つの企業一つの企業にとってプラスなことが、この国全体で見るとものすごくマイナスになった。この2つのやり方がどちらもそぐわなくなったのが今の時代。ではどうすればいいのか。ただ今考えなきゃいけないのは、需要のあるところをしっかりこうターゲットを当てて、そこに雇用を生み出し、そしてサービスを含む生産を生み出しという第三の道が必要。需要のあるところを狙って政策で後押しする。それは例えばこんな分野です。介護であれば、あれ保育であれば、医療であれば、そういう介護をするという役に立つサービスを生み出しているじゃないですか、まあ、喜びというか幸せというか、そういうものを感じることができるわけですね。でそれ自体社会の一つの在り方としてもプラスだし、そこに新しい介護という産業が大きくなることになるでしょう。そういう形がまだまだ日本にはたくさんの分野あるということなんですね。しかし雇用を増やすということは、企業側に新たな人を雇う気持ちが生まれなければなりません。その難しさを総理はリアルに語ります。中小企業にとっては募集するっていうのは結構お金がかかるんですよね。それから面接してどの人がいいかっていうのは、なかなか1回の面接じゃ分からないじゃないですか。そうすると非常にリスクがあるわけですね。中小企業が一人やつの大変だっていうのは、その昔関東特許事務所なんかでも感じられました。それはもうそうですよ。実は弁理士の資格を持つ総理は、若かりし頃自分自身と事務員一人だけという関特許事務所の零細経営者だったのです。そんな体験も踏まえて語る雇用対策から経済成長への方程式。介護士の仕事をする人、したいと思ってる人はいるけども、給料が安いんでなかなか定着しないんですよね。例えばそういうところに少し給料を上げるのに財政が手伝ったら、そこにはサービスという生産が生まれるじゃないですか。そうすると
失業率が下がると賃金が上がりやすくなるんですね。そういう形ででもデフレが解消する道になると。でそれにもましてその GDP が引き上げることになる、つまり経済が成長することになる。で同時に仕事をしてない人が仕事をして給料をもらえば、税金を払うことになる。この政策を理論的に裏付ける作業をしているのが内閣府の経済社会総合研究所、経済学者の小野義康所長が指揮を取ります。ちゃんとまとまればですね、予算の編成の一つのこの考え方の大きな一つの基準にしたいなと思ってるわけです。今開かれている臨時国会の初日に総理はこのチャレンジを明言しました。需要創造や雇用の創出を目指します。私がこの20年間、先送りされてきたこういう大きな問題を次の時代まで、先送りしないで、この政権の下でやるんだということを、その有言実行でやるんだということを言ったんですが、このブログとそういうことがつながっていくといいですね。そうですね、ぜひ、まあそういった経済の在り方、社会の在り方、ぜひ伝えていきたいですね。